皆さんこんにちは。えー、この VTR の方ではベッカーの CMA のオンライン演習ソフトの機能についてご紹介していきたいと思いますでこのベッカーの CMA のです、ね、ソフトウェアですけども2021年のところですね大きく良くなりましたねその改定されましてですね使い勝手も非常に良くなったというふうになってきておりますで本日はそのですね、えー、その機能についてですね紹介してまいりたいと思いますけれども、うん で今、映っている画面というのがセッベッカーの USCMA の演習ソフトのログインした後の画面というふうになってきております。でまず、この上の方でございますけども、ちょっとズームしましょうかね、はいで。このパート1とかパート2とかですね、ここで選ぶことができるわけなんですけども、でまずパート1とかで選んでいきまして、でこの下の方ですね、 ユニット1,2,3,4,5,6というふうになってましてその後にこのイグザム1、イグザム2というふうになってますけどもこれが模擬試験のですね、えー、2問分、丸々ですねその4時間といった試験のですね、えー、模擬試験が2台分入っているというところになっておりますまあ、ですのでこの演習ソフトにおいてこの模擬試験とかをやっていただきましてでそしてある程度点数が取れるというんであればもう合格レベルですよということになろうかと思います じゃあまずは、ですねその基本的なですね問題の解き方をご紹介していきたいと思いますけどもじゃあ例えば、このユニットの1といきましょうか。でこの中でじゃあファイナンシャル・ステートメント M の2といったものを選んでいきますとでまずですね実はこのベッカーの演習ソフトの方ではそのベッカー社の方が行っている英語の講義といったものもこのレクチャービデオといった形で視聴していただくことができるようになってきております。ですね まあですねまあ、基本的にはそのタックの方の講義といったものを見てもらえればそのインプット部分は終わるというところではあるんですけれども、まあ、場合によってはこういった例えばですねちょっと押してみましょうかこういった形で,そうです、ね、この外国人による英語の講義といったものを主張していただくことができるとですねになってきております。 まあこういったものですね、まあ、見てもらってもですね、まあ、その英語とですね、英語の方のまあ勉強にもなるということもありますので、えー、見てもらってもいいかなというところでしょうね。はい、さあ、あこれは一応メインの話ではないので、このぐらいにしておきまして、うんはい、でやっていただきたいのは、やっぱり問題演習ですので、はい、で通常ですと、この下の方にですね、このマルチプルチョイス MCQ っていったのがございますね、このマルチプルチョイスクエスチョンのところ、ここをですね、 ククリックしていいいきたいと思いますクリックで、そうしますと、問題を解いていくことができるよとです、ね。この各ですね、そのセクションに入っている問題といったものを解くことができるようになっているんですけども、で、えーまあ、問題文があって、そして答えていくと。そうすると、回答が出てくるよというような感じになっていますね、はい。で、他にもどんどんいきましょうか。ポンと押していくと、その下に回答が出てくるよというふうになってきております。で えっと、ここにですね、キャルクレーターですね、うん、その電卓の機能といったものも載ってきてます。はい、で、電卓のについてはです、ね、まあ、これ、本番の試験とかなり似せたようなものが入ってきておりまして、まあ、ちょっと使い勝手、実はあんまりくないんですけども、本番の試験もあまり使い勝手は良くないということが言えます。 でこういったものもですねある程度慣れておいた方がベターかなというふうに思っておりまして USCMA に関しましてはその電卓ですね通常の電卓といったものを試験会場の方で貸し出しを行ってくれます、はい、なんですけどもその貸し出された電卓といったものが、まあ、ちょっとこう、まあ、あまりですねこう使い勝手が良くないといったこともありえるかもしれません。 ですので、すのそういった意味も込めましてでこのベッカーの演習ソフトの方でこの電卓の機能といったものにも慣れておいた方がベターということが言えると思います。はい、でまあこういった問題ですねがちょっとずらずら並んできておりますけどもこう解いていくことができますよとですね、まあ、ちょっとやっていきましょうかビット、はい、でそうしますとですねこの左の方にこうどんどんですねそのスタッツがたまっていくわけなんですけどもあ例えばこれ一旦これ問題やりましょうか。 問題をやめますよというところでフィニッシュテストといったものを押していきますと、はい、で何問解いてどのくらいの正答率だったかといったものがまずサマリーレポートという形で表示されてきますよと。でこのですねそのどの程度やったかといったものはどん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 蓄積されていくんですね。この左の方のですね左ですね左の方のマークのこの3本線でもこれパフォーマンスといったものが出てきましたけどもここここを押してもらいますと 今現在、ご自身がどのくらいの問題が解けていて、またはそうです、ね、このあたり。まあ、例えば、この U の1といったものでいきますと、問題が309台入っていますよと。マルチプルチョイスね。マルチプルチョイスの問題が309台入っておりまして、今現在4問ですね、正解してますよ。なんていったものがこうずらずらと並んでくると、うんで。さらにですね、細かくできるんですね、ピッでそうすると、各単元。 M の1ですね。に関しましてはどうですかといった形で,ですね、このかなり細かくですね、そのステータスといったものを表示することができますので、これでやっぱりその穴がないように勉強していってほしいというふうに思います,、うんですね。やはりこの基礎的な問題をですね、しっかり取ってくるっていうスタンスが重要になってきますので、まんべんなく、で、穴がないようにですね、この分野は得意なんだけれども、この分野は全然解けないといったふうにならないように、このステータスといったのがまんべんなく埋まるようにですね。 問題を繰り返してしてほいいというとうころでございます、はいまあ、こういったステータスでですねで管理することができますよというのがまず一つ目のポイントと。でこの4択の問題以外にもう一つシミュレーションですねシュミュレーションの問題、うん、これもご紹介しておきましょう。例えば U の2いきましょうか。はい、で、えー、じゃあ M の2ですね。うんで ジュミレーションに関しましまてですね,エッ,セイですねエッセイに関しましては、こうその各単元において、まあ、あるものとないものというのが存在するんですけれども、先ほどちょっとお見せしたものにはそのエッセイといったものがなかったと思いますけれども、ここありますねこのエッセイ、うん、エッセイといったものがありますので、これを開いていきましょうねと、はいで。そうしますと、よいしょと。 これはですね、シナリオといったものが載ってきているんですけれども、おっとすみませんね。はい各シナリオといったものがありましてですね、で、さあ、それに対しまして、どんどん問題を回答していきましょうありました、これですね、これ、クリック・クリエイト・ビュー・エッセイ・シナリオ、これ、これをクリックしていきますと、 シナリオが表示されてきますよと。で、このシナリオの問題がありまして、それに対しましてこの右側ですね。これ、この各設問に回答していくんですよ。ということになってまいります。で、このですね。エッセイとかっていうのもかなり、その本番の試験にですね。似せて作っているということになりますので、まあ、かなりですね。あの質の高いものになってきているということですね。 でこの小ソリューションといったものがありますのでこれがその回答ですね回答を表示させるというものになってきております,です、ね、この下の方にエクスプラネーションという形で回答を表示させるということができますので一つ一つ確認していただくことができますよというものになってますね、はい、で最近ではですねちょっとこのエッセイに関しましてもこの 実務的な問題っていうのが結構出始めてるというふうに聞いておりますので、まあ、この形ですねどういった問題が出ているのかっていうのは必ず確認をすることをお勧めいたしますとでさらにではございますけれども、えー、とこちらの方ですねこの上の方テキストねベッカーのテキストといったものを閲覧することもできるようになっておりますこのデジタルテキストといったものですねがありますけれどもこういった形で、まあ、この カラーですねカラーになっておりますので紙ベースの方でこちらのテキストのものっていうのは皆様にお配りしていることをお配りすることになるわけなんですけどもこちらの方は一応カラーになっておりますので、まあ、よりですねその紙ベースよりも見やすいかなというのが言えるかと思います、はい、こういったものもデジタルで見ていただくことができますよという機能がついておりますはいでさらにちょっとまた戻りましてですね、はいで この自分でですね、その模擬試験のようなプラクティステストといったものを作成することもできます。ですね、この右側の方にあります、アンリミテッドプラクテストといったものがありますけれどもこれ、こちらの方を見ていきましょうか、うん。で、こちらの方を見ていきますと、そうですね、各設問からランダムで問題を解きますよと。で、問題の数、これもですね指定することができます。100問であったりとか、50問とかですね、まあ、今回は100問に設定されておりますけれども。うんで パート1で例えばこうですねちょっと外していきまして U の1度とですね、U の2ここの範囲の中からだけで問題を作ってくれとかですねそういうふうに指定することができてしまいます。うん、で,す、ね、でやっていってそうですねラウンチセッションという形で問題を始めていくこともできますとですね、うん、こんな形でですねご自身でその今勉強した範囲の中からでのその模擬試験といったものを作るそんなこともできるんだよということになっております。こ、はい、これ結結構構使使ええますね、結構使えるところでしょうか。 でそして、ですね模擬試験ですねリアルな模擬試験といったものがこのザムワン1グザームツ2というところで入ってきます、はい、模擬試験ですねで、これもですねその本番の試験の形にかなりよく似せてるという形になりますので最終的にははい、アクセプト、NEXT です、ね、ちょっと長いんですけどもこういった形で本番の試験に合わせてこれですね、そうですね えっと本番の試験においてもこういったですねその注釈というんでしょうかねその注意事項みたいなものがどんどん上がってきますのでこういったものを見ていってそして最終的には問題を解いていくんだという形になりますここからもですね問題になってきます、はい、このように解いていくことができるというふうになりますのでその問題本番の試験の形であったりとか雰囲気といったものを疑似体験することができるんですねそういった問題あのソフトウェアになってきておりますはい まあかなりですね、その問題の質といったものもですね、以前のベッカーよりも向上したということが言えますので、これですね、かなりよく出来上がってますね。で、あとはですね、はい、フラッシュカードですね、このまず左の方ですけども、左の方のこれ、フラッシュカード、暗記カードといったものも使うことができるようになっております。で、これ、パート1とかパート2といったものがあるわけですけども、じゃパート1についてのフラッシュカードで、 このオールユニットユユ、ねうんまあ、ユニニニッッットトトからねこのごとで,です、ね、そのありますけどもフラッシュカード、暗記カードをユニット1からユニット3ここだけ見たいですよっていうのであればそこを選択していきましてそして次に進んでいくよ、うん、でそうするとこれそうですねその暗記カードなのでちょっと問題を出してくれましてこれクリックですねポンポンとクリックワンクリックするとぐるっと回って回答が出てくるんです、ね、これが繰り返されますよと。 まず問題がが出出てててワンンククリッすするとくるっととくっ回そののアンサーで出てくるこの繰り返しですね、うん、でもしもこの問題が分かりましたよっていうんであればこの右上の方にマスタードというところでチェックしていきますと、まあ、これは分かったというところで次からは表示されないまたはそのチェックしたものだけをですねもう一回やるそんなことも可能だというふうになってきております。はい、これもですねちょっとこう例えばうん、まあ、使い勝手としましてはその電車の中の行き帰りとかですねそういうところでこう,こうですねちょっと のですね、このおもちゃじゃないですけどもの遊びながらみたいな形でですね、えー、やっていただくと効果があるのかなというふうに思います。はい、あとはですねこのグロッサリですね、この左右下の方にありますグロッサリという機能がございますけれどもこちら、うん、これ、USCMA の方でですね出てくるであろうと想定されている単語ですが、ね、ずっとずらずらずらっと並んでいるということになります。ですね、結構なな量はあったりすするわけけんですけれども これもしもよろしければですけどもこうある程度勉強された後にですね、ざーっとこう見ていってほしいですね。見ていっていただきましてもうその単語よ知ってるわっていうものはです、ね、無視してもらったらかまいません。ですねあ。それは知ってますっていうのであればいいんですけどももしもこの中であその言葉知らないなっていうようなものがあったならばそのところだけこうちょっと押してですね、見てみてもらいたいと思います。でその時にちょっとあなるほどそういう意味なのねって言ったものが分かっていただければそれで OK というふうになります。うん でやっぱりこのその USCMA の試験といったものは結構範囲が広いということが言えますのでどうしてもその問題文の中でこう聞いたことない単語といったものは出てくる可能性がちょっとあります。うんまあ、なんですけどもその中でできるだけそのボキャブラリーといったものを上げておきますとこうですねそのこの単語よく知らないけども何だなうだっていうです、ね、その疑心暗鬼みたいなものといったものをある程度解消することができますのでざーっとですね最終的なですね確認という時に使ってもらうといいかなというふうに思います。はい あとはですね、ちょっとこれあの、まあ、ベッカーの機能というわけではないんですけれども、まあ、個人的には結構おすすめかなというふうに思っている機能がございまして、でこれ、あのウェブにつながってるんですね、ウェブにつなげたままの状態で、この、 ベッカーの演習ソフトといったものを解いてもらうというのが前提になってきますけども例えばこれ、ウェブに関して例えば Google の Chrome であったりとか Edge とかといったものを使いましてでこのベッカーの演習ソフトを動かしていただくということになるとこのウェブサイト自体を翻訳するっていった機能が Google であったりとかその Edge の方の機能として存在します,です、ね。でまあ、今回はそのですねものをちょっともうあらかじめこの設定しておいたんですけどもここれれですねこれそう翻訳ができます。いきますよ翻訳、ボン。 今まで全部英語だったと思いますけどもこういった形で全てですね日本語に翻訳するっていうこともですね、まあ、これはベッカーの機能ではなくってそのプラザですねプラザのそのクロームであったりとかそういったものをですね Google の機能になってきますけどもこういった形でですねその翻訳をすることができちゃいますなのでこの辺りもですねそう全部日本語訳、まあ、英語のとこのレクチャーはもちろんですねだめですけども 例えば4択の問題なんかでいきますとそしてこのようにそう全部日本語訳っていうことができるようになっております。であくまでもこれは Google の機能ということになりますので訳としてはちょっと変です。ちょっと変。なんですけどもこういきなり初めてこう日本語その英語で読むよりは ある程度読みやすいかなというふうに思っておりますのでちょっとこう英語に抵抗があるなという方であればまず一旦この日本語で見ていただいてで当然この後ですね日本語だけで見ててもしょうがありませんのでちゃんと英語の方ですね、うん、英語の方に直していただきまして見直すとですねこれもちゃんとしてほしいですよ、うん、しなければいけないというところではありますけれどもこれをちょっと切り替えながらやってもらうことによって理解を深めることができるんじゃないかというふうに思っておりますので、まあ、こういった機能もついてるよですね こういうことができますよっていうのもですねこのベッカーの演習ソフトならではかと思いますので、えー、使ってみていただければと思います、はい、はい、以上ですね以上でこのベッカーの演習ソフトのですね、まあ、基本的な機能の紹介とさせていただきたいと思いますどうもありがとうございました